생각해. 皆さんこんばんは、シンガーソングライターの岡部と申します。最初にカバーのさよならエレジーを歌わせていただいて、それからオリジナル曲の黄昏の街で、最後に落雷という曲を歌わせていただきますので、一つよろしくお願いします。最初にやってた頃に初恋の中学の時交換日記してた初恋の人とですね、28年ぶりにそのミクシーで再会しまして、でその人のために作った曲が黄昏の街だと、その人を思い描いて書いたのが落雷っていう曲なんで、聴いてください。輝くだろう、
今日を思う。